こんにちは。まあ大人の宿題ね。まあ吉田さんが言われるようにいろいろあるでしょうね、そういうのはね。しかもこの大人の宿題っていうのは先生がいて、でこれが今日の課題だよとか、これが今週の課題だよとか、夏休みの宿題だよっていうふうにいちいち出してくれません。どんな宿題が自分に課せられてるのか、それは自分の状況ですとか力量を踏まえた上で自分に対して設定していかなくちゃいけないですよね。まあ例えば40代になり50代になっていく、その時の流れの中で自分が抱えていく問題ってのはある程度予想できるんですよね。例えば結婚したら子供ができる、そうすると養うべき稼ぐ自分の金額ってのは上がってきますよね。じゃあ独身時代の毎月20万30万これで家族を養っていこうとしているのか、それとも家族を養うために月収を40万とか50万に上げていくのか、また自分の趣味や自分の世界を失わないために自分の趣味に使っていくお金や時間の確保はどうするのか、これは別に10代でも20代でも予測して備えることはできると思うんですよ。である一定の年齢になればね、50代ぐらいですかね、なれば、まあ、だんだん親も衰えてもしかしたら死んでいくかもしれません。そうなった時にどういうふうに、介護をしていくのか、看取っていくのか、病院はどうするのか、その費用はどうするのか、最後の思い出作りは何をやってあげるのか、こういうことも特にね、その時にならないと分かんないことではないと思うんですよ。で、子供ができたらやっぱ子供を育てるために一定の知識、時間、お金、これは必要になってきます。例えば私は子供が生まれる前から保育とか育児、こういったものを学んできましたし、これは副産物的なんですけども、介護の仕事をする中で療育支援って言って、まあ、知的障害の男の子や女の子とかね、まあ、そういったサービスをすることがありました。まあ、そうするとね、子供を育てるためには何が必要なのかなとか、子供と親との関係とか、まあ、嫌がおうでも学ぶことになり体験することになるんですよね。でそれが今自分の子育てにも生きているかなっていうところもありますし、やっぱりね、ことが起こる前に予習しておくことって結構できるんですよね。でもね、こういうふうに言われることもあります。久保さん、なかなかそこまでできないんですよと。いや、そんな普通やんないんですよみたいなね、だから普通やらない人、ね、普通の人に合わせてると私のような考えにはならないと思うし、私のような暮らしにはならないと思うんですよ。だから普通を目指すんじゃなくて、やっぱり自分オリジナルを目指すんですよね。普通ってのは要するに知らない人たちの平均値だと思うんですよ。でも自分の人生って知らない人の集合体でできてるわけじゃなくて、やっぱり自分から見える景色とか自分が感じれることとか自分の体験そのものなんですよね。じゃあ自分にしか出されていない課題を自分で探っていくしかないですよね。他の人がやったこととか成功例失敗例、確かに参考にはなりますけども、高い確率でそうなることはあるだろうというふうに思えることはできるけど、でも所詮自分ではないんですよね。まあ、ですので多くの人のそういった体験例とかね、実例とか知識や情報から自分なりのカスタマイズをしていく、そして自分がどんな課題をクリアしていけばいいのかってことを、それこそね、毎日のように解いていかなくちゃいけないのかなと思うんですよ。これは休憩してる暇がないと思いますよ。50代になったら何をする、60代になるまでどうすると、70代とかね、いろいろありますからね。なんかね、その10代の頃に、まあ、試合があるとするじゃないですか。例えば、そうですね、ボクシングのプロテストがあるとしますよね。そうしたらどのぐらいのことをしなければならないのかってことがトレーナーが教えてくれるわけですよ。でトレーナーの指導をクリアすれば、まあ高い確率で合格するみたいなところがあるんで、やっぱりね、人生のメンターってのは必要なんじゃないかなと思います。もしない場合は自分が自分をきちんと指導していくことになるのかなと。でもなかなか多くの方はね、自分に課題を設定してその課題に取り組むように自分に鞭を打つってことが苦手ですからね。まあですんで、やっぱりなんか稼ごうと思ったらなんとか塾に入った方がいいんじゃないかなと私は思いますけどね。そこではね、どの順番で何をやればいいかっていう課題設定がしてもらえますからね。そう思うんですけど、いかがでしょうか。それでは、いってらっしゃい。